こんにちは。うぷ主のディスコと。皆さん、こんにちは。青月カンナです。さて、今回の動画はパソコンのストレージに関するお話です。カンナちゃんって、パソコンの C ドライブ、どれくらいの容量のを使ってる？今は 500GB ですね。なるほど、まだ結構空きってありますかね。ゲームなどの重いデータは、USB 接続の HDD に入れているので、半分くらいは残ってるかと思いますね。お、それだと結構余裕がありますな。で、実は結構ご相談をいただくのが、この C ドライブの容量が足りなくなっちゃった問題。はい、これ実際に私の現在のストレージ事情なのですが、OS が入ってる C ドライブは 464GB で、残りが 141GB ですね。まあこれだともう少しいけるかなって感じなんだけど、例えば。はい、こんな感じで残り数ギガバイトとかになってしまうと、正直もう限界。割といろんなとこでエラー吐いたり、動作が不安定になったりと、そりゃもう大変ですな。確かに、こうなるともうきつそう。で、視聴者さんからこの状態ってよくご相談を受けまして、自作初期は予算節約のために 240GB の SSD にしたんだけど、最近マジで容量がないですって感じで。割と PC を長く使う上で、SSD の空き容量の不足が問題になるケースって多いと思うんですよね。確かに、めっちゃありがちな問題ですね。でも、一般的に SSD を交換しちゃうとさ、今までの 250GB の SSD に入ってたゲームとか、設定とか、写真とかそういういろいろ作業してきた痕跡がそのままだと空っぽになっちゃいますよね。OS をゼロからインストールしちゃったら、確かにそうですね。だから、本当は理想としては、こんな感じで、今までの 250GB に入ってるデータも全部引っ越して、その上で改めて 750GB 空きができた、っていうのが理想ですよね。ですね。ということで、こういった作業のことを、クローン作業と言います。まあ感づいていると思いますが、今回は今からこのクローン作業を実際にやっていきます。で、今回の条件として、まず利用するのは今最も普及が進みつつある M.2 で実際に行います。私の現在の C ドライブは M.2 の 500GB。これを 1TB に交換します。絶対にやらないといけないこととしては、クローンです。私の C ドライブには動画編集に関する大事な設定データとかが入ってるので、ゼロからは許されませぬ。で、今回私は 500GB から 1TB でやりますが、同様の手順で 256GB から 500GB など、他の容量でも大丈夫です。で、今回必要なものですが、まずは当然、乗せ替え先となる M.2 が必要です。今回私は 1TB を選びました。まあ C ドライブが 1TB あればもう数年は何の心配もないね。で、もう一つが、こんな感じで、M.2 を USB に変換するアダプタが必要です。今回私は画面の製品を購入。これ SATA も NVMe も対応で結構お安いですな。必要なのはこの2つだけですか？はい、あとは交換したい PC を用意すれば大丈夫です。では早速開封からやっていきましょうかね。ということでまずは早速届いた製品を開けていきます。まずは M.2 を USB に変換するためのアダプタ的なやつ。付属品は取扱説明書の他に、両端 USB-C のケーブルが1本、標準の USB から USB-C の変換ケーブルが1本という感じでした。で、本体ですが、価格がかなり安かったので期待はしていなかったですが、思いのほかデザインとか悪くないですね。真ん中にはヒートシンクがありますな。M.2 って結構発熱するので、その対策ですかね。そうでしょうな、M.2 で USB メモリを作りたい時とかもヒートシンクがあればまあある程度は安心できます。で、一応取扱説明書は日本語対応でした。最近安い製品でも日本語対応が増えてきた印象ですな。まあ使い方は難しくはないですが、一応日本語があると困った時に見られるのでこれは嬉しい配慮。あ、箱の奥の方に放熱シートとかも入ってました。結構しっかりしてますねこれ。ただ放熱シートはシワクチャになっていました。梱包はもうちょいしっかりめでお願いします。では次は今回の主役。増設に使う M.2 を開けていきます。今回買って思ったけど、NVMe 対応 M.2 の 1TB が1万円ってめっちゃいいよね。昔は、当たり前のように3万円くらいしましたよね。
出た当初はもっと高かった記憶です。ではまずは新しく買った M.2 をこのケースに入れていきます。このケースは底面をスライドすることで内部にアクセスできる構造みたいですな。で、内部を開けるとこんな感じで基板が出てきます。これを指で取り外してあげます。結構シンプルな構造ですね。すると逆の面に M.2 を刺す端子があります。ここに新しく買った M.2 を差し込む感じですな。M.2 は切り欠きがあるので、それの向きを合わせます。逆向きだと切り欠きが合わずに入らないので注意です。で、このアダプタはなんかレバーみたいなやつで M.2 を固定するみたいです。これ結構便利じゃん。ネジ止めの手間がないのはいいですね。M.2 のネジって小さくてなくしそうで怖いんですよね。めっちゃわかる。ちなみにもうすでに何度かなくしたことあります。で、こんな感じで M.2 を刺したら元のケースに戻します。はい、これで大まかな下準備は完了。それで箱のアダプタと PC を USB で繋いでみます。ちなみに繋いで気がついたのですが、端っこに通電確認用の LED がありました。では USB で差し込んだら、一応使えるかを確認するために、フォーマットして速度でも測ってみましょうかね。まずは Windows アイコンのところにカーソルを乗せて、右クリックしてディスクの管理というのを選択します。確かフォーマットしないと認識されないんですよね。そうそう、クローンには不要ですが、初期不良品じゃないかの確認で一応今回はやっておきます。で、初めて繋いだディスクがある場合、こんな感じで何か選ぶ画面が出ると思いますが、これはこのまま OK を選択で大丈夫。ディスクの管理の一番下に、新しく繋いだ SSD があると思います。見割り当てになっているのでこれを右クリックして新しいシンプルボリュームをクリック。あとは適当に次へをポチポチしていきます。名前とかを付けたい場合は適宜入力。まあ全部次へでも問題はないわずです。最後に完了ってやつを押せば使えるようになります。はい、一応これで新しく買った M.2 を USB メモリみたいに使えます。今回は試しに速度でも測ってみましょう。はい、こんな感じでした。NVMe タイプの性能を活かしきれてはないね。ただまあ割と速度は出るので、SATA の M.2 を挿して使うにはいいかも。まあ本題から逸れてしまいましたが、一応電池が走ったのでこの M.2 は不良品ではないでしょう。ってことでここからが本題です。クローン作業ですね。ですです。で、今まではクローンといえば、EASUS ブーブーバックアップってソフトだったんだけど、これが有料化して使えなくなっちゃったみたいなんですよね。なんで今回は、初めて使うミニツールシャドウメーカーってやつを使ってみます。これだと無料でクローンができるみたい。今回やってみます。便利なソフトがなくなるのは悲しい。今までのやつもお金を払えばいけるみたいではありますがね。インストールを済ませてきました。3分ぐらいでインストール完了。で、ここからはまず右上のツールズを選択します。そしたら次は一番左下のクローンディスクってやつを選択。ここで注意なのが、左がソースディスク、右がターゲットディスクです。簡単に言うと、左が今まで使ってた M.2、右が新しい M.2 を選びます。ここは慎重に選びましょう。私は今回一番目に今までの C ドライブが来てました。コピー元となるドライブを選べたら下のフィニッシュをクリック。次に右側で新しく買った M.2 を選択します。私は今回5番目のやつが新しい M.2 ですので、5番目を選択。このツールはパーテーション含めて自動でやってくれるみたいで、このままクローンを実行すれば大丈夫みたいです。では左にコピー元、右にコピー先を選べたら、OK を押してクローンを開始しましょう。注意書きにも出ていますが、クローン先の M.2 のデータは消えます。なので選ぶときは絶対に間違えないようにしようね。ちょっと緊張する作業でしたが、手順自体は簡単でしたね。あとはもう待ってるだけですぞ。私の場合は 380GB くらいデータがあったので、M.2 といえど30分くらいはかかりました。で、ソフトがクローンを完了すると電源を切るか聞かれます。そのまま電源を切って、今までの M.2 を新しい M.2 に差し替えます。私は今回ヒートシンクは前のやつについていたのを有用しました。今まで使っていたコアどうするんですか？あ、
これすごい重要なんだけど、新しい M.2 の起動確認が取れるまでは絶対に大切に扱ってください。で、私の場合ですがそのまま保管します。これ、システムのバックアップと言えるんですよ。このクローンのタイミングまでの OS データなどが全て入ってるので、最悪 SSD が壊れたらこのバックアップから起動できます。なるほど。古い子はバックアップ用に保存ですね。まあ使わないって決めてるなら別に何に使ってもいいですぞ。ただ私のおすすめはこのまま保存していざという時の起動用ですね。で、新しい M.2 を挿していつも通り起動してきたら成功です。見てください。C ドライブが 1TB になっています。一応ビフォーアフターはこんな感じ。もともとは容量 464GB で空き 141GB だったのが、差し替えたことで容量 929GB の空き 612GB に、過去のデータも全部引き継げています。おお、これは成功ですね。こうなったらもう大丈夫なので、古い M.2 は私は静電気防止袋に入れてタンスに保管します。で、一応交換後の M.2 の速度ですが、はい、こんな感じ。結構早いよね。ということで、以上が M.2 を大容量なものに交換する手順でございました。はい、ということで、今回は C ドライブとして利用している M.2 を、より大きな容量の M.2 に交換する方法を動画にしました。多少手間はありますが、そこまで難しいことは、していなかった感じですね。一回やれば慣れると思うので、今 C ドライブの容量が足りない。とお困りの方はぜひ一度お試しを。で、最後に余談ですが、私この作業を2年に1回は絶対やってます。容量が不足しなくても絶対に2年に1回やってます。へ、それはなんでですか？一番の理由は SSD の突然死を防ぐため、あとは定期的な復元ポイントの作成のためです。というと？私の今回交換した M.2 はすでに1万2000時間以上動いていましてね。まあ、まだ壊れないとは思いますが、壊れたら非常に困る。定期的に新品の SSD に交換することで、延命してる感じです。あとは、交換した後の SSD を復元ポイントとして使う感じ。なるほど。故障対策ということですね。最近の SSD は構造が強いらしいので、突然死なんかはあまり起こらないとは聞きますが、まあ2年に1回ぐらい交換しようかなーって感じですな。ということで、SSD そろそろ変えようかなーって方もぜひ試してみてね。では今回の動画はこの辺で、カンナちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録もお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。それでは。